ここではより詳しくお伝えするために音声でのご案内をいたします。地形に石膏を塗り形を整えます。石膏を塗ると地形に表情が出ます。特に山地には有効ですのでおすすめです。石膏はレイアウト全体で使うことを考え、工作用の大きなものを購入しました。大手のメーカーからジオラマ用の石膏が販売されています。それと比べると品質は少し劣りますが、山地の地肌であれば最終的にはほとんど見えなくなってしまうので全く問題がありません。石膏の作業は時間の制約がある中で行いますので、適度な緊張感があって結果がすぐに得られるので楽しい作業です。ただ部屋は汚れるので作業の後は清掃が大切です。楽しい作業をご覧いただきながら、ここでは少し違うお話をします。動画の撮影にはスマホを使っています。工作をしているところを撮影するのにピントは合わせやすいですし、広角なので撮れる範囲も広く、画角を決めればあとは録画するだけで良いです。そのためどうしても同じ構図になってしまいがちなので、今回は珍しく右後方からの撮影にしてみました。私のスマホはメモリーが少ないので、連続して動画を撮っているとすぐにストレージがいっぱいになってしまいます。バッテリーも上がってしまいます。そのためこまめに録画ボタンを入れたり切ったりしていますが、作業によっては長回しになることもあります。今回の場合は手が汚れる作業なので、一つの作業の間はずっと続けて撮影しています。稀に録画ボタンを押し忘れて後片付けをして休んでいるところまで撮影してしまうことがあります。そうした絵を見ていると、その時のやり遂げた満足感に浸っている心情が蘇ってきて懐かしく思えます。撮影しながらの工作をするメリットの一つは、事前に作業の手順を考えるようになったために作業が手短になったことです。作業の途中でそれまでの工程での不具合に気がつき、手直しをしたくなったりするものですが、大問題でなければその時はその作業を集中して行い、手直しは後でするようにもなりました。いちいち手直しをしていては前に進まなくなることがあります。一つの撮影シーンは一つの工程にして、集中して手短に終わらせるということを目安にしています。スマホの制約から1回の工作時間が2時間以内になることが多くなりました。どうしても急いで形にしたくなってしまいます。2時間ぐらいが疲れもせず飽きもせずでちょうど良いように思います。これもメリットの一つでしょうか。ここで話を戻して、地形にティッシュを貼るメリットについてお話をします。これは他の人の動画を見ていて始めるようになったもので、一つは石膏の強度が増すこと、さらに後からの着色が楽になること、そしてもう一つはティッシュのシワが表情の一つになるということです。作業的にはしんどいですが、その効果は十分に得られます。いかがでしょうか。今はこのようなレイアウトになっています。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。